フロントの V8 エンジンで後輪を駆動するポルシェ928のレストモッド車両が一般公開されました。フルカーボンボディに最新技術を搭載しています。水冷 FR のトランスアクスルポルシェ現代に復活。レストモッドを手掛けるフランスのナルドンオートモーティブ、ナーダンオートモーティブ社が開発したポルシェ928が 英国で一般公開された。ボディやインテリアを再設計し、現代的に仕上げている。オリジナルのポルシェ928は、1977年に発売されたスポーツカーで、4.5LV8 エンジンを搭載し、最高出力 240PS を発揮する。後に 350PS を誇る 5.4L モデルも登場。 当時のポルシェとしてはまだ珍しかった水冷エンジンをフロントに置き、後輪を駆動する FR 方式を採用。全長 4.4M とボディも比較的大柄で、快適な乗り心地を提供するグランドツアラーとして売り出されたが、後継車種が登場することなく1995年に姿を消した。今回のレストモッド車両は、 デザインこそよく似ているものの、その中身は大きく異なるボディは全てカーボンファイバーでできており、特注のヘッドライトおよびテールライト、18インチホイールとミシュランパイロット、スポーツ5タイヤを装備している。さらに、最高出力 400PS の自然吸気 V8 ガソリンエンジンを搭載し、最新の ECU、6速 MT、 リミテッドスリップディファレンシャルと組み合わされている。アダプティブコントロールエレクトロニックサスペンション。アダプティブ電動パワーステアリング、強化ブレーキも採用している。インテリアは、アルカンターラとフォグリッツを車精レザーで仕上げられる。また、アップルカープレートプレミアムサウンドシステム搭載のポルシェクラシックコミュニケーションマネジメント、PCCM。 システムを備えている。エレガンスと気品ある刺激的なグランドツアラー。ナルドンオートモーティブはこのレストモット車両について、快適性、パフォーマンス、現代的なラグジュアリーを兼ね備えた。洗練された刺激的なグランドツアラーといった特徴を備えていると述べている。同社のティエリー・ナルドン社長は次のようにコメントしている。 私は子供の頃から928のエレガンスと気品に夢中になってきました。多くの人が無関心でしたが、一度乗ると二度と忘れられません。レストモッドに対する個人的な情熱と相まって、ポルシェ911のレストモッド車両の完璧な妹分を作るというアイデアが生まれました。今は次の展開が待ち遠しいです。車を走らせ。 私たちのようなトランスアクスル愛好家を集めたいのです。デストモッドの価格や生産台数はまだ明らかにされていないが、ナルドンオートモーティブによると、生産納車は2024年に開始されるという。